京工寺の戦いは、A65 年5月19日、20日の両日に、河内高安郡京工寺村付近であった三好、長慶と畠山高生との合戦。別名は京工寺合戦。戦国時代における機内での開戦として知られる。三好長慶像この戦いは、下国城で細川政権を崩壊させた新興勢力である三好政権と細川氏と同じく、 室町幕府三関令の一角であり、長年対立してきた旧勢力の河内畠山氏が機内の覇権をめぐって争った一連の戦いの最終決戦だった。新興勢力の三好長慶と旧勢力の畠山後世が互いの勢力を結集した合戦であり、長慶はこの戦いに勝利することで機内の旧勢力の抵抗を排除できた。また、河内、泉を 勢力下に置き、山と木へも勢力を浸透させることに成功したことで、長兄は天下人となった。しかし長兄は、この戦いの中で一族の三好正成、実定でもある三好実級などを失ったことにより、三好政権には痛手となった。川内仕事として、畠山氏は室町時代の初期より君臨してきたが、戦国時代になると隣国摂津をはじめ、 淡や淡路、さぬきなどの守護であった長兄によって圧迫されることが多かった。また、畠山市の当主畠山高生は優勝ではあったが、家中の状況は戦国の風潮があり、家臣団の統制も困難を伴った。その結果、隣国の戦国大名である長兄によって内政干渉を受けることも多く、家臣団筆頭である。 守護大を独自に決定することさえ長兄の干渉を受けることがあった。天文20年5月5日に守護大で実質的に河内の国主といえた守護大湯座長教が暗殺されると河内は混乱をしたが、翌天文21年には長教の一族で河内片野の有力国人の安美氏の養子に 入っていた、安見宗ふが、長京を暗殺した、かやぶり剣継などを討伐して台頭した。安見宗ふは守護代となったが、守護の後世と宗ふが対立すると、A62 年、後世は有力黒人を味方につけた宗ふに対抗するために、長兄の援助を受けて、宗ふに対抗した。その際、宗ふは、巨城の飯森山次郎を長京に攻略され、飯森山次郎は、 長兄の居城となった。その後、永禄三年には後世と宗房が和睦したが、それが長兄に畑山市攻撃の口実とされた。後世は黒人領主の統制を整え、宗房や湯川直光などの諸章をまとめ上げ、長兄に対抗した。永禄四年、そこへ、大海の六角吉方から後世に長兄兄撃の軍事同盟の提案がなされた。背後には、 室町幕府の権威回復を図る十三代将軍、足利義輝などの思惑もあった。新興勢力の三好氏に対して、旧勢力の六角氏、畠山氏が反撃に出たと言える。日な式鉄砲兵力的には、久米田の戦いとは異なり、体制を整え直した三好方が優勢となった。当初、畠山方が、三好長家の居城の飯森山城を攻撃した、時点では、 畑山方の兵力が、三好方を圧倒したが、三好義沖らが、摂津の国人や丹波の国人を集結させたために、劣勢を挽回し、強工寺で両軍が退陣する時点では逆に、三好方が優勢となっていた。ただし、畑山方に参戦していた、西賀、根頃州の雛和十四千長が、三好方の脅威であった。指揮系統に関しては、三好方が、 各部隊の指揮官に一族を配置して、総大将三好長家の命令が伝わりやすい編成となっているのに対し、畠山方は、国人衆の旗頭や独立した国人領主が各自で参加する編成であったために、全体の指揮系統が一元化されていない。経過を見ると、明らかに三好市方が先行し、それに対して畠山方が対応するという図式となっており、戦場で、 四季系統が一元化されていた三好方は先手を取り、四季系統が一元化できていなかった畑山方は後手に回ったと思われる。三好方、畑山方当日の天候は前日夜半より周であったとの資料がある。三好方は、久米田の戦いで、最下お及び根頃州の鉄砲で、三好実球を失ったことから雨を待っていたと伝わる。資料によると、戦いは、 昼頃から畑山方が総力を出して戦闘となり、夕方に三好法方が攻勢かける形となったようだ。翌20日までに畑山方は総崩れとなっており、三好法方は勢いに任せて大和へ侵入し、畑山市の与党を追悼していった。また、六角軍も畑山軍の敗北を知って、大見へ退却し、講和を図った。 旧勢力の畠山氏の勢力が瓦解し、六角氏も軍門に降ったため、三好氏の勢力が大きくなり、機内に三好氏に対抗する勢力はなくなり、この小山と川内が三好氏の支配下となり、紀伊北部も三好氏の勢力が及ぶようになった。ありがとうございます。